考古学における実測図とは遺跡の発掘調査により検出された各種遺構や出土した各種遺物を測量または計測して図化した成果図面のこと遺構の位置形状規模遺物ならその形状大きさを実際に測量内視計測して作成した図のことを言う発掘調査においては記録保存の方法として写真撮影によって 質感や色調を記録し、実測図によって移行、異物の客観的な位置、形状、規模を記録するという方法が併用されている。考古学における移行の実測図の作成法には、いくつか種類があるが、一般的には、表土の除去を行い、移行が確認された面に、国家座標によって10メートルグリッドを設定し、区打ちを行う。平面図、10メートルグリッドの区を基準に、 水糸によって1メートルの方眼を作成し、移行の形状をメジャーなどで計測するか、または平板を使用していたが、現在はトータルステーションで移行の位置、規模、形状を電子媒体に記録する。断面図、移行の断面や移行に溜まった土の堆積状況を現地で一定の水平の高さを設定して、その高さから深さをメジャーなどで計測するか、真横からの写真から、 電算処理を行って、理論上の真横から見た図を作成する。このような複度の体積状況を表現した断面図を、特に、セクション図と呼ぶ。2や3の場合、以降の実測図は、慣例的に縮尺1、20か1、40で作成し、発掘調査報告書作成時には、仕上がりが1、60、1、80などで掲載する場合が多い。 出土遺物は、出土遺跡、出土地点、出土以降、遺物番号を中期し、破片を接合、復元した後に、その大きさ、形状を計測し、正射法で図化する。マコと呼ばれる一種の型取り機や定規等を使用するのが、伝統的な方法であったが、現在は、電子機器で、ディスプレイに投影して図化したり写真を電算処理して、図化したりする機器が登場している。 出土遺物は土器や陶磁器の場合、日本では真横の正面の図で左半分が外面の文様や表面の加工や調整の痕跡、右半分が断面の厚みと内面の調整の痕跡を表現するのが一般的であるが、アメリカ、イギリス等の欧米諸国のものは逆である。必要に応じて器の底面や蓋の上面、縄文土器などは 真横の正面全体と断面を表現する。ありがとうございます。